アメリカでは絶対にできない、絶対にできない市街地上空での米軍機の訓練飛行、小学校、幼稚園に窓枠などの危険物を落下させても何もなかったようにすぐ訓練飛行を再開させる米軍、それに抗議ないできない日本、止められない日本、なぜですか。米軍機が学校、保育園の上を飛ぶために運動場で遊んでいた子どもたち、校舎に避難しなければならないような生活、普通ですか。アメリカ国内ではやれない訓練、なぜ米軍は日本でできるんですか。総理、辺野古の建設にいくら沖縄県民が反対しても日本政府がその行為を受け止められない本当の理由、または総理が北方領土交渉において25回会談しても何一つ交渉を進展させられない本当の理由、それおじい様が密かに結んだ先ほどの基地権密約、米軍の日本国内での行動に日本側が歯止めかけられない密約にあるんですよ。おじい様の結んだこの密約、根本から見直して破棄する、米軍の行動を日本がきちんとコントロールできるようにする、日本国首相として沖縄県民の民意に応えて、また軍事主権を持つ独立国の首相として堂々と北方領土交渉、返還交渉に臨む、やっていただけませんか総理。河野官房大臣。なんで出てくるんですか。日米行政協定と今度の地位協定においては表現は変更されておりますが、施設区域における米軍のいわゆる管理権の実質的内容が変わったわけではございません。こうした経緯、考え方につきましては、昭和35年の日米地位協定締結にあたっての国会審議の場で繰り返し申し上げていることでございまして、これは当時国会で議論されておりますから、密約でも何でもございません。はい、山本太郎君。じゃあなんで密約文書出てくるんですか。総理、今言ったことをやっていただけませんか。基地権密約、これ破棄してもう一回日本出直した方がいいでしょ。戦後レジームからの脱却なんじゃないですか。やってくださいよ。安倍内閣総理大臣。政府としてですね、米国において公開されたとされる文書の中身について一つ一つコメントすることは適当ではないと考えています。米国も一般に公開された文書につきコメントを行わないものと承知をしています。でこの文書から離れてですね、施設区域における米軍の管理権について申し上げれば、この権利権、管理権の実質的内容が、1952年に締結された日米行政協定と、1960年に締結された日米地位協定の間で、異なるものではないことはですね、日米地位協定の締結にあたって、国会審議の場を含め、政府からすでにこれは説明をしていることであります。なお、いわゆる密約問題について、2009年から外務省において、4000を超えるファイルを対象に徹底した調査を行い、その結果および多数の関連文書を2010年に公表したところ、これは民主党政権時代でありますが、2010年に公表したところでありますが、この文書は、その調査および結果およびこれらの関連文書の中には含まれておりませんでした。山本君、時間ありません。総理自身がこの植民地状態から脱するっていう決意しないと、何も終わらないんですよ。おじいさんの作った売国条約をあなたの手で変えてくださいよ。それがあなたがやるべき仕事じゃないんですか。時間が来ております。沖縄に基地は作らせない。以上で終わります。ただいま不適切な言葉がその指摘がありましたので、委員長といたしましては合区理事会において即刻を通さの上、適切な処置を行うといたします。以上で山本太郎君の質疑は終了いたしました。